皆さんいかがアクアお過ごしでしょうか。文系アクアリストのはてなです。はい、ということでですね、今回はアクアリウムラジオシャープ11ということで始めさせていただきます。で、今回のお話なんですが、秘宝ですよね。いや、本当に多くの人にとってこれはかなり痛いお話だと思いますが、値上げです。はい、ADA のね、製品が値上げをされるということで発表がされました。10月中頃までですかね、出荷分が、新たに値上げをされるということで情報が出ておりまして、いや、私もですね、 ADA 製品本当に今好きなので、まあ、この値上げっていうのはかなり痛いんですが、まあ、ちょっとこう思い返してみれば2021年ですかね、2021年にも同じく ADA の製品が値上がりをしましたよね。で、その時もう結構こう値上がりをして、で、最大で 50% ぐらい価格が上昇した製品もあったようです。で、まあ、それからですね、また1年ぐらい月日が流れまして、また値上げかよということなんですが、もうどこもかしこも値上げですよね。いや、マクドナルドのハンバーガーだってあれ値上げしたんですかね。ねえ、もう本当にこの円安だとか、このウクライナの情勢であったりっていうので、まあ、もう世界はね、本当にもう大変なことになっている中で、我々のこの趣味もね、値上げをするということですので、かなり打撃になるんじゃないかということです。まあ、なんかこうサイレント値上げみたいなね、形でこう金額は変わらないんですけど、こう中身が減ってるだとか、なんかマクドナルド、まあ我々マクドってね、ネイティブ関西人なんで、まあマクドって言いますけど、まあマクドもね、こう味が落ちたみたいなね、そういう話もちらほら聞きます。まあ、私は味音痴なので正直味が落ちてるかどうかなんか全然わかんないんですけど、まあそうなんですかね。はい、で、 ADA の、まあ、製品、まあ、ちょっとアクアリウムの話に戻るんですが、結局、まあ、この円安だったりとか、まあ、コロナもあるでしょうし、こうね、原材料費がやっぱり上がってるっていうことですよね。まあ、ガラス製品であったり、例えばこう建築関係であるとこう木材のコストであったりっていうのも、まあ、かなりこう上がってきてるということで、それを製品の価格に転嫁をしないといけないということで、もう我々消費者にとっては本当に辛いです。はい、まあ、で、今回の値上げ幅っていうところでですね、今、まあ、主要なものを私ちょっと今調べながら喋ってるんですけど、例えばですね、キューブガーデン、まあ、60センチ30センチ36のガラス厚6ミリ、まあ、いわゆる普通のね、レギュラーサイズの水槽で、現状今1万2000円ですかね、税抜き1万2000円がどうやら1万3200円と 10% アップするということです。だいたい他の製品も 10% ぐらい上がってるのかなというふうに思いますが、いや、かなり痛いですよね。まあ、前回の値上げ前までキューブガーデンって確か1万1000円とかだったと思いますので、まあ、そこから比べたらね、2200円ぐらいアップしてるっていう風になりますので、いや、これはかなり痛いですね。まあ、他で言いますと NA ウォーターだと1万円だったのが1万4000円、これ 40% アップになるんですよね。いや、めっちゃ痛いですね、この辺。はい、まあ、私はね、一番やっぱりこの水槽がきついかなっていう風に思ってるんですけど、皆さんどうでしょうかね。はい、で、まあ、私実際ね、この前もお話しした通りですね、少しこう、まあ、水槽の部屋というか、部屋をね、借りようかなみたいな話を前回したと思うんですよ。で、あれからですね、やっぱり大型の水槽を置きたいっていうことで、アクアリウムショップにね、まあ、ちょっと寄ったんですよね。で、90センチ水槽が ADA のね、90センチ水槽が置いてあったので、いやー、これ、まあ、値上げのタイミングもあるのでね、ちょっと早めに買おうかなと思って、ちょっと持つというか、こう試しにね、一人で持てるか、こう引っ張ってみたんですけど、本当にあれビクともしないんですよね。あれ一人で、あれ一人で持てるもんなんですか。私が本当にひ弱なだけで、90センチ水槽ぐらいだったら普通あれ一人で運べるもんなんですかね。いや、もう私ね、もうびくともしないので、もう本当にびっくりしました。いや、こんなに重いのって。はい、まあ、60センチ水槽とか全然余裕で一人で持てるじゃないですか。
で60から90ってなるとこうなんかねサイズ的に見るとそんなに大きくなってないんじゃないかなと思うかもしれないんですけど、もうね水量も全然違いますし、で何よりこのガラスの厚みですよね、10ミリとかになるので、まあその分むちゃくちゃ重たいわけですよね。えいやあれちょっともう私こうアクアリウム部屋をですね新たに借りようかなみたいな話をしてて、そう思ってるんですけど、あのでかい水槽を一人で運べなかったらそもそも無理じゃないですか。いやーちょっとね、はい、衝撃でした。まあおそらくあの90センチ水槽とかも値段が上がるんじゃないのかなと、例えば 10% ぐらい、まあ、上がるとしたらあれ5万超えてくる可能性ありますよね。いやそうなったらちょっと ADA の90センチは無理かもしれないなと思いながら、いやでもそもそも運べんとそもそも持てんと、はい、いうふうに、まあ、思ってますので、まあ、どうしようかっていうところなんですが、はい、まあ、一律ねこれぐらい、まあ、10% ぐらい、上がってくるということですので、まあ、皆さん今ね現在欲しいものが ADA であるのであれば、あ、今買っておくっていうのは一つの手かなというふうには思います。はい、まあね今後これ値下げってあるんですかね。こう月日が流れて、例えば円安が落ち着いて、コロナも落ち着いて、ウクライナ情勢も収まって、こう世界がね、まあ回り出した時に値下げってある？いやこれ本当 ありますかね。あんまりこの値下げって聞かないですよね、ここ最近。まあ20年前ぐらいだと結構ね、10年20年前ぐらい、はい、あの製品がかなりこう値下げされるみたいなのって結構ね各種あったと思うんですよ。ただもう今このご時世でなかなかねこう物価がどんどんこう上がっていく流れなような気がするので、いや値下げってちょっと考えづらいですよね。いやまあそう考えると、まあ、今欲しいものがあるなら、まあ、買った方がいいのかなっていうふうには思います。まあアクアリウムって趣味なんでね、まあ、正直言っちゃうと、まあお金がかかっても買う人は買うというまあ分野だと思いますので、まあ、多少の値上げぐらい関係ないっていうねいうお金持ちの方もいらっしゃるとは思うんですが、まあ、私みたいな庶民貧乏人はですねやっぱりそれぐらいの値上げっていうのはかなり、まあ、痛いわけですよ。はい、まあ、皆さんはどうお考えでしょうか。まあ、あんまりね値上げをするからこういらないものまで買ってしまうっていうのは、まあ、あんまり個人的には良くないかなっていうふうに思いますので、ちょっと私90センチ水槽はそもそも今物理的に運べないというところですので、ちょっとね運び方考えないと、はい、もしかしたらこう筋トレとかしてね筋肉つけてから買うとか、ちょっとそうなるとさすがに値上げまでには間に合わない、はい、いうことになりますので、まあ今ねいろいろ皆さん考えておられると思うんですが、まあ、ちょっとこう値上げをするタイミングがこの10月中旬にあるということですので、まあ、今現状売られているものっていうのはまだその値上げが反映されていないな製品だと思いますので、はい、まあ、買われるのであれば、まあ、買ってもいいのかなというふうに思います。はい、ということで本日はまあ秘宝ということで値上げ ADA 製品の値上げについてお話をしました。まあ、もしかしたら今後他社もですね値上げをしていく可能性は当然ありますよね。当然原材料費が上がってますので、まあ、他の製品も上がる可能性はあるのかなと、はい、まあ、それは否定できないですよね。はい、ということで、まあ、それとね、ともに給料が上がればいいんですが、まあ、なかなか今、日本で給料上がる職種って何なんですかね。まあ、私はね、もう全く変わらない職種ですので、いや、本当につらいです。はい、ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。